はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。皆さんがね、初めてこうガーデニングというものにこう触れるときに、まあ一番こうワクワクしてね選ぶのは植物だと思います。こんなね植物がいいかなと、夏に咲くのは何かなとかね、この色がいいなとかね、これは育てやすいなとかっていろいろとこう文献とかを 見たり動画とかをね、 YouTube の動画を見たりしながら、こうやってワクワクしながらね選んでいくと思いますが、まあそこでね最終的にこう直面していくものって何かというと、やっぱり植える土選びということになりますね。そうした時に、まあ植える土ってじゃあね、どういう土がいいのかってはっきり言って一番最初は全然わからないと思うんですね。なので今回はそんな皆さんのためにこう正しい簡単な土選びの方法というのを教えていきたいと思います。はい、まず皆さんがホームセンターとかに土を多分選びに行くと思うんですけれども、まあ、その時にね見る光景というのが、さまざまな土がたくさん置いてあって、まあ、どれを選んでいいのかわからないという状況に陥ると思います。その時にですね、もう2つしか選択肢はないと思ってください。まずは培養土と言われる土、それとそれ以外の土、もうこれに分かれます。培養土っていうのは、まあ、結局皆さんが植えるガーデンのものを育てるために必要なものが全て入ってるのは培養土という土ですね。培養土っていうのはそういう土なんです。それ以外の土っていうのは、その培養土を構成する土が単体で売ってると思ったら、分かりやすいと思います。まあ、もちろんね、培養土に入ってない土もあるんですけれども、まあ、大体その土をブレンドして培養土ができてると思うと簡単ですね。だから、まあ、一番簡単なのは、こう培養土というね、ものを買ってきて、それに植えていくのが一番簡単な方法なんです。もちろんね、専門的になっていくと、この単体の土っていうのをね、配合して、こう、その植物に合った土をね、ブレンドして作っていくという方法になっていくんですけれども、まあ、ガーデニング初心者の、ね、方には、もうそれは必要ありませんので、もう培養土を買ったらベストです。はい。今僕が言った培養土なんですが、その培養土の中で今度はいろんな種類が出てきます。もういろんな培養土が今度は置いてあります。ホームセンターに行くと。その中からね、じゃあどの培養土を選んだらいいのかっていうことになりますね。その時にこの培養土のね、成分表を見てじゃあ選んでいこうかっていうふうに思う人も多分いると思うんですけれども、まあ、大体成分表に混合率っていうのは書かれたものとほとんどなくて、まあ、大体何が入ってるよっていうのは書いてあるだけなんですね。なので、まあ、そこをね、見てもね、はっきり言って、わからないんですよ。実際、この中の土の成分っていうのは。なので、もうね、これはね、一つだけ、こう、目安にできるものがあるんです。それはね、本当に単純なんですけれども、その土の値段です。培養土って、高ければ高いほど、やっぱりね、すごくいい土なんです。僕なんかが成分表を見てもわからないんで、もうね、ガーデニング初めての方は、もう、その培養土の値段の高いのを買ってくるといいと思います。まあ、土をね、の値段ケチって、まあ、一番安い培養土買ってくると、本当に育たないですからね。後々本当に悲しい思いをすることになるので、もうほんと培養土だけはいいものを選んでください。もう中の浄土じゃなくて一番いいのを買ってくればいいんです。まあ値段的にはね、変な話100円なんていう土もね、100円100均いくと100円なんていう土もあるから、もうそうなってくると結構ね、値段の開きは、ね、10倍ぐらいとかにはなってくるんですけれども、この
植物の生育10倍以上の効果がありますので、もうね、とにかく高い土を使わなかったら、もうね、ガーデニングはね、失敗すると思った方がいいです。なのでね、ガーデニングをこれから始める、まだ初心者だっていう方は、とにかく高い、値段の高い培養土を買ってきてみてください。また、前回は失敗してしまったという方もいらっしゃると思うんですが、まあ、そういう方は大体安い土を買っている人が多いと思うんですね。なので安い土ではなくて高い土を使ってやってみてください。まあ、それによってもう全然生育が変わりますので、ぜひそこはね、もうちょっと騙されたと思って高い土を買ってきてやってみてください。はい。はい、それプラスワンで実はもう一個だけ買ってきてもらいたいものがあるんです。それはね、鉢底石って言われる軽石ですね。それは買ってきてください。で、プランターとかね、こう鉢に植える場合、全部培養土にしてしまうんではなくて、下の方は鉢底石を入れ3分の1ぐらい入れて、その上に培養土を入れると、もうそれでね、多分ベストな状態なんで、それで植えていってみてください。でね、やっぱりこう初心者の方っていうのは、やたらこう文献とかいろんなものを見ますよね。見ちゃいますよね、わからないからね。そうすると、水はけをやたら良くしてくださいとかって書いてあるんですね。だから培養土で水はけ大丈夫かなっていう思う方は、どうしてもそこが気になるんだったら、まあ、プラス赤玉土、もしくは鹿沼土って言われてる土があるんですね。その赤玉土か鹿沼土を培養土に3分の1ぐらいですね、こうブレンドしてあげると、ものすごく水はけが良くなりますので、まあ、そのようにして使ってみてください。まあ、土の選び方はもうはっきり言って以上です。もうとにかくね、何を言っても専門的な用語になっていくので、もうさっぱりわからなくなります。もう養分ね、何が入ってますか、何が入ってますって言ってもさっぱりわからなくなるので、今僕が言ったことを実行すればまず問題ありませんので、まあ、そのようにしてガーデニングを作っていってみてください。はい、もう今日はね、もうそれだけです。もう土の選び方、もう簡単に選べる方法でした。はい、今日は以上でこの動画を終了したいと思います。この動画がね、いいねと思った方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。またね、チャンネル登録してくださる方が増えてとても励みになっております。なのでね、これからもためになる動画を出していきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではね、また次回動画でお会いしましょう。 See you next time。 ありがとうございました。